皆さんこんにちは、ワンダルケルビーチです。では今回は大戦略大東亜攻防出陣日本軍編続きをプレイしていきたいと思います。今回プレイするステージはインド解放戦となっています。作戦の詳細はこの後ナレーション付きでご覧いただきたいと思います。このマップはですね、陸と海と両方出てくるマップになっていますので、編成を少し熟慮する必要があるのかなと思っています。具体的にはですね、航空機とあと陸戦兵器、それに、海軍ですね、これをバランスよく配置する必要があるのかなと思ってますので、編成もそのようにしています。まず航空機ですけども、冷戦の、32型を中心にですね、新しく97の艦砲、これを入れました。これは敵の艦隊を叩くための魚雷を積んで出撃してもらおうと思っています。あとはですね、マップ上に拠点が多く配置されているので、歩兵を多めに生産してあります。なので歩兵でね、しっかり占領しながらお金を稼ぎつつ、次のマップに進むときに開発ができるように頑張っていきたいというふうに思います。空母は3隻体制ですね。ではこれで進めていきましょう。作戦開始です。東南アジア一帯も日本の手に落ちた。日本軍はアジアから欧米勢力を排除すべくインド攻略作戦を発動した。英海軍の拠点があるセイロン島の攻略も果たした日本軍は、次なる目標をインドの占領としてインド解放作戦を開始した。はい、皆さんご存知の通り、日本軍は大東亜戦争という位置づけで、東南アジアを中心とした地域に植民地を作っていた欧米列強、これを排除して解放しようというのがね、戦争目的の一つとして、掲げられていたと思います。いわゆる大東亜共栄圏というやつですね。戦争の良し悪しは別としても、これ自体はね、すごくそのアジアの自立独立っていう意味にはすごく貢献できたんじゃないかななんて、思ってはいるんですけども、今回はその中でもインドの解放戦ということで、プレイの方をしていきたいと思います。ではまずマップから確認していきましょう。ご覧のようにですね、インドの大半がマップになっているステージで、我々の拠点が画面の右上ですね、前回攻略したところで言うとカルカッタ、ここが我々の本拠地になっています。このマップ上ので、敵はというとですね、セイロン島のやや上、ここをね、一つ大きな拠点になっているんですけども、本拠地自体はですね、まずこのハイデラバート、ここに一つインド軍の拠点があります。これをしっかり確保していかなければいけないなというところですね。では全体の作戦なんですけども、まずマップ上を見ていただくとですね、すでに敵の航空隊が展開していたりします。結構な規模ですね。さらにインド軍の地上部隊もこのライブルあたりに展開しているので、これらをしっかり撃破しながら進んでいく必要があるかなと思います。一方で敵はね、海軍も出していきますので、我々も海軍を出していきたいというところで、まずはですね、沿岸を中心に、空母部隊をね、出撃させて、敵の航空隊、地上部隊、これをね、撃破していきたいというふうに思います。その後地上部隊は陸路を進んで敵の拠点の制圧を目指します。海軍の空母部隊はそのまま海上および沿岸の警戒に当たるという作戦で進めていきましょう。はい、では部隊を展開しました。今回はですね、冷戦も爆走できてます。敵のね、地上部隊を撃破するという目的で、その分ですね、敵の航空隊に対して脆弱になりますので、しっかり引き込んでですね、対空砲だったり、あるいは味方のね、複雑式戦闘機トリュー、こういったもので迎撃を行って敵の戦闘機に備えたいと思います。まずは航空隊をね、しっかり出撃させて敵の動向も探っていきたいと思います。艦砲は魚雷を積んでます。
では敵の航空隊、これをまず迎撃していきます。スピットファイヤーが出てますね。このイギリス軍の航空隊をかっこ撃破かな。あの敵も数が多いのでね、あんまりいきり立って痛み立って攻撃しても味方の被害も増えてしまうので、まあ、できるだけ被害を抑えて生存してもらいたいので、ここはですねちょっとずつ進軍して敵をかっこ撃破していきましょう。行動開始だ。それと敵の艦隊も発見してますので、この艦隊もですねしっかり撃破できるように、空母とあとは艦攻ですね、艦攻でしっかり攻撃を加えていくというのを考えて距離を詰めていきます。あと後方に待機させていたですね重爆撃機、これもまあ爆撃という形にはなりますけども、敵の艦隊の方に向かわせましょう。まずは海上のね安全を確保していきたいという作戦ですね。さあここに敵の空母イストラリア姿発見してますね。これ沈めておきたいな。距離的にはちょっとまだ遠いので艦攻の出撃は見送りましょう。艦攻による攻撃はこのね、イラストリア姿がもうちょっと近づいてきてから仕留めにかかりたいと思います。さらにネルソン型の戦艦もいますね。ちょっと我々の戦力でどこまで戦えるか心配にはなってきましたが、まずは敵の空母戦艦、これら仕留めていきたいと思います。航空隊は少し前進しつつ必要に応じて補給に戻りましょう。空母の護衛にインド空軍が出てきてますね。これ仕留めるのはちょっと難しそうかな。一度体制を整え直しましょう。ちょっと無理してでも空母仕留めておきたいので、ここは天竜を前進させて仕留められるかどうか魚雷で様子を見ましょう。仕留めきれませんでしたね。本当はねここも仕留めてしまうと多分すごく楽になったのかなと思ったんですけど、まあ、なかなか難しいですね。あとは空母をちょっと進出させて攻撃で仕留めます。本来の空母の運用としてはどうなんだというひどい運用ではあったと思うんですけど、まあ、ここはね確実に敵の、まあ、戦力を削っておこうというところですね。今気づいたんですけど、すごい誤解をしていてですね、インド軍はイギリス軍側ではなくて日本軍側として参戦してくれてますね。なのでインド軍マップ上でいう緑の場所については我々も使えます。なので赤いところ、まあ、今回でいうイギリス軍ですね、ここを徹底的に叩いていく必要があるので、ちょっと進軍ルートをですね、特に、このねイギリス軍が展開しているところに集中的に部隊を送り込んでいく必要があるかなと思いますので、陸路ではなくて海路、まあ、つまりイギリス軍の海軍ですね、これを最初に殲滅することを、第一の作戦目標に変更したいと思います。なので航空隊はすべて海上に出て敵の艦隊を叩きます。ではネルソン型の戦艦、これの撃沈を優先します。まあ、なんとかここで戦艦を沈めておいてですね、海上での制海権を我々のものにしたいなというところですね。では陸戦隊はさらに進んでヒシアナガラムっていう都市に占領を行いにかかります。ここには敵のですねチャーチルクロコダイル戦車がいるので、この戦車もねちょっと邪魔くさいので、前に進んでこの戦車を撃破しておきたいですね。では艦攻による魚雷でネルソンを仕留めましょう。残るか、硬いなネルソンは。こういうところで打ち損じがね、後々の大損害になる、ということもあるので、ちょっとここは無理してでも
ネルソンを確実に撃沈します。これでネルソン撃沈ですね。続いて B 型の駆逐艦なんかも撃沈していきます。さらに敵、ここに空母出てますね。イラストリアス型、これで3隻目になりますね。2隻は撃沈してるんですけども、3隻目が登場してるというところで、まだまだ敵の戦力ありそうですね。このクロコダイルが結構硬くてですね、やっと突破できたっていうところですね。そしたらまた戦車部隊をね、前進させていきましょう。そしてこのヒシアナガラムは占領していきます。占領したらさらに前進です。まあ地味ではありますけど、この作業を繰り返して前進していきましょう。これで空母3隻目撃沈してます。ただ被害が相当大きくなってきてるんで、航空隊の再編っていう意味では苦労しそうですね。もうちょっと観光を多く連れてきた方が良かったのかなっていう反省点ですね。敵の艦隊と戦うんであればやっぱり観光、これもうちょっと増やすべきだった。大きな反省点としては、予算をねちょっと全部使い切って戦場に入ってきてるので、この戦況を見て新しく兵器を生産する余裕がちょっとないっていう状況を作ってしまってるのがすごく良くないかなと反省してます。まあ、具体的にはですね、敵の艦隊、イギリス軍との艦隊の戦いで航空隊がだいぶ消耗してしまったんですけども、これをね、新たに増強する手段がちょっとなくてですね、航空隊が増やせないっていう状況になってます。減らされた分、本来だったらね、当然増やすっていう作業が必要になると思うんですけど、ちょっとそれがね、うまくできない、厳しい財政状況というのがあるので、ここを、次のね作戦の時にはしっかり反省点として、捉えて、プレーの質の向上にねちょっと努めていかなきゃいけないのかなというふうに感じてます。ではキングジョージ5世型、これも撃沈してかかりましょう。これでもうだいぶね敵の戦力削れるという状態になってくるかなと思いますので、ようやく敵のね地上部隊を選別する作戦に移行していければいいかなと思います。観光の数がもっともっとあれば、もう少しこの敵の艦隊殲滅戦が楽だったのかななんて思うんですけどね。これで現状敵の艦隊壊滅させてます。また新たに出てくるようであれば、観光をねうまく使って撃破していきたいと思います。この後は前線で使える航空基地ですね、ちょっとこれをどこにあるか見定めてそこに集結させていきましょう。このハイデラバートに航空基地、インド軍のものがあるので、これを利用させてもらおうかなと思います。では敵の本拠地ポペ確認しましたので、ここに向けて陸軍を一斉に進めていきましょう。それなりの数今回陸軍投入してますし残っているので、このままね進んでいって、進撃を続けたいと思います。で海軍の方はですね、敵の艦隊撃破したので陸軍の動きをフォローするような動きをねしていければいいかなというふうに思ってます。ではご覧のようにあらかた、日本軍ないしインド軍のものになりましたので、ポンペイを爆撃して攻略完了させたいと思います。陸軍の歩兵を動かすには少し時間がかかるので、ここは攻略を優先します。はい、最後はですねインド軍がポンペイを占領という形でこのステージ攻略完了しました。お、2等だな。前回はね6等だったんで、あんまりお金入ってこなかったことによってかなり苦しい開発状況、生産状況になったんですけども、今回2等ですね。よかったよかった。これでちょっとはねお金が入ってきますね。ここで得られる報酬、むちゃくちゃその生産開発に重要なので、2等以上取れてよかったと思います。はい、
では次回はですね、スエズ運河攻防戦。これをプレイしていきたいと思います。もうこっからはですね、if のステージに入っていくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際、日本軍はですね、一部潜水艦なんかをこのスエズ運河を通過させて地中海に派遣したという事実もありますので、もしかしたらその作戦かもしれないですし、あるいは、本当にね、if のシナリオということで、このスエズ運河に大艦隊を送り込むというシナリオになるかもしれないし、ということで、次回、すごく楽しみにプレイの方を続けていきたいと思います。